セリフだね。そうだよね。あ、僕セリフです、慎太郎が。おそらく宝さんかおもちさんどっちか切るんで、僕がエンジンに集合してください。なるほど。いいよ。うん。ん？まだか。はい。はい、よろしくお願いします。高田村来るめい。宿舎前脇から。ダウンロードいっちゃうか、これ攻めの。これ怖いな、藤宮が黒だったらきつい。逃げよう。やばそう。おお、ブラック。おい。え、これはわかるね。多分金庫？ん？一緒にアドミン見てましたから。一応アドミン見てて、うん、金庫1、ミーティング1、宿舎2とかが上のあって、で、武器庫も、あ、覚えてる？正確に。金庫宿舎エンジンが111だった気がする。で、武器庫に一気に4ぐらい。おお、合ってる合ってる。あ、そう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 。うん。だから、聞いたのは、明明系、プテハシ、オマオジ、オマオジ。オマオジか。イントネーションどうなってんのって話。オマオジ。多分自分多分エンジンじゃないかな。じゃあ宿舎がいない。あと、いやあれ、ミーティング2になったっていう話もあるし。ミーティング、うんうん、いや、ミーティング覚えてないな。ミーティング1ずっと僕しかいなかった気がする。入り口は分かんないけど。金庫宿舎エンジンが111だったの覚えてるから。で、宿舎だろ。コックピット2でしょ？コックピット2でオラフ君と一緒に見てて、武器庫4で6で7、8、9。あれでも宿舎2やったような気がするけどね。じゃあもしかしたら宿舎。おお。でも、いる人物って。ゲンさん、慎太郎さん、高田さん。ゲン、金庫、マユコさんがエンジン？私エンジンです。宿舎に2やって？あ、ね、でも僕目線、プテハシさんはほぼほぼ無理だよ。多分え、僕は全然だって武器庫だよ。え、あ、武器庫、うん、武器庫、武器庫。え、あれ、すみません、高田さんの人はどこでしたっけ。俺最後コックピット入って、しかも入ったばっかりじゃなくて結構アドミンに近寄るところらへんまで見てなかったな。あ、そういうことか。うん、僕展望まで行ってるからね。展望まで行って武器庫だから。宿舎出てないですよね、これ。で、あの停電開けたタイミングで展望の人でアルマック見ました？停電開けたタイミングは見てない。いないと思うよ。いないいないいない。宿舎2って両方出ないですか？うん、あ、じゃあアルマ君はエンジンか宿舎かなと思いますね。あ、エンジンマイコさんですよね。エンジン私ですよ。あ、マイコさんか。宿舎っぽいんですよね。宿舎か、うん、宿舎でのキルやったら、だから原産慎太郎さんに原太郎。一応でもマイコさんも引き返しマイコさんも、はい、になるかな。ね、私メインからエンジン入って境目あたりで終わっちゃった。アルマ君ね、停電前に武器庫から出るアルマ君多分僕見てるんですよね。で、アルマ君、コックピットの方行ったんかなと思ったら、いなかったんで。オラフ君、ミーティング2の時って、他どうなってました？金庫まだついてた感じですか？僕、ミーティング2見てないんですよね。え、それ一番最終だよね。あ、最終っすね。一番最後。まあ、タロちゃん。タロちゃん、ゲンちゃん、マヨコさんはなんかあんまり動き、そんなね、宿舎前殺してエンジン戻ったら黒くなっちゃうから。はいはい、ボタン。はい、アドミン情報となんか整合性が取れないなと思って、うん、金庫1がゲンで、エンジンがマヨコさんで、その時に宿舎に2がついてたってことですよね。で、そこが両方出てないんでしょう。アラフ君の情報だと2ついてたような気するんだけど。オラフ君の情報があやふやだな。まあ、でもそうなると高田さんしかないんじゃないですか。いや、てか俺コックピット入ってるんだよ、うん、そう。でもさ、4人で、武器庫にいたのは確定じゃん、うん、で、2人がコックピットにいたのが確定でしょ、うん、で、金庫、宿舎2、エンジン1で、ミーティング何人になってるそれ。いや、おかしいんだよね、数が。すでに多分オーバーするんじゃないですか。あれ、なんだ、高田さん入れた、高田さんが例えばそのコミュニケーションにいたとしても変だから。高田さんがコックピットにいたなら1個、まあ、いや、まあ、高田さんがコックピットにいたなら、うん、だからコックピット3になるはずですよ。コックピット3になったら2つオーバーして合いますけど。だからシンプルに、
あれなんじゃない、その宿舎前の2が、慎太郎アルマとかでキルしてミーティング行ってるとか、うん、あでもそっか、最終じゃないですか、オラフ君の情報。あ、直近じゃないんだ、その情報って。直近じゃないかって何してたの、逆に。藤宮君とオラフ君の。僕は最後、金庫宿舎エンジンが111だったような気はしてるので。直近じゃないと逆に絶対この人たちが人外でしかない。だって俺、入ってるけど、その人たち何もしてないってことになるから。直近がありえない。を見てないので、単純になんか宿舎が1位だから、源さんが怪しいかなと思って。ちなみに、慎太郎、本当にずっとミーティングにいたんだけど、うん、それがアドミンから出ないから、めちゃくちゃ違和感なんですよね。いや、ずっと位置ついてた。オラさんと藤宮さんはお互いに疑わしさはないんですか？お互いのアドミン情報が、ね、ちょっと情報がずれてるなという印象はあります。で、オラフ藤宮が人外の場合、どっちも人外でしょう。うん、多分、うん。それしかないの。まあ、でも情報ずらす。まあ、どっちみちごめんなさい、僕のアドミンが不安定であれなんですけど、うん、どっちみちアルマ君は僕が、指示情報多分僕が最後だと思ってて、停電の開けたタイミング、停電が鳴る寸前でアルマ君はエンジン側に多分抜けてると思うんで、うん、展望デッキの人が誰も見てないんだったら、だから僕はエンジン宿舎を最後に通った人が怪しいかなと思ってるんで、ゲインさんが金庫でしたっけ、うん、ゲインさんもあるかなと思ってるし、マユコさんもエンジン通ってるのあるかなと思ってるし、まあ、慎太郎さんはでもミーティングの持ってたのは一番薄いかなと思ってます、うん、高田さん、コックピットってなんかどこまで見てます？いや、アドミン行こうと思って、リングヒットあったんだけど、タスクを無視して下から回って真ん中ら辺まで行ってるから、結構要はコックピットに入ってすぐじゃなかったから俺。なるほど。まあオラフ君と、例えばオラフゲンさんのバトルだったらオラフ君の方が白いですね。オラフ君が嘘を言ってる感じはしないね。まあこれは人間的なね、要素の売り方だからあれだけどね、理論的な、理論の証拠とかじゃなくてパッションとかね、そういうのを考えると、オラフ君が嘘をついてるようには僕は全く見えん。まあまあまあ、でもそれはちょっとなんかね、人メタチックだから口には出さないけど、オラフゲンで迷ったタイミングの話になったら僕は全然ゲンさんに入れちゃうな。勝ち合いすぎ。お、はじめ死んだ。あ、おまおじさんや、これ多分。最悪や。はい、ん？今おまおじさん教えてください。超高機右で、藤宮くんが死んでんねんけど。はい。うん、停電計算と藤宮くんの直しで、それに遅れる形で俺が合流して。はい。で。藤宮くんとケイさんが先に直してくれて、おそらく勝ち合ってたんかな。勝ち合ってました。勝ち合ってためっちゃ。直った後にヌーンで移動して、おもんさんと藤宮さんを置いていってすぐレポートなので。ヌーン取られて、藤宮くん昨日一気に疑い位置に上がって、俺怪しいなと思ってたから、二人きりなのめっちゃ怖いなと思って、うん、藤宮くん先に行かせる形で2秒ぐらい遅れて行ったら死んでた。どこに超高機右の、アーカイブの入り口ぐらいのところです。超高機とアーカイブつながってるところぐらいでして、だからもっと早く行ったら現行犯が見れたかもしれない。いや、それかなり僕目線おかしいと思ってて、僕ね、本当に1秒前ぐらいにラウンジの右側で藤宮くん見てるんですよ。え？だから僕目線下位置がおかしい、明らかに。え、それってでも K さんと破綻してない？なんか理屈が。K さんの時間軸的にどうですか？いや、多分ラウンジの右まで行ってない。おまおじまで釣りゃ終わると思います。うん、これそうね。まゆあ、ごめんごめん。まゆこが、アーカイブの左から出てくるのをボタン直前に見ているのと、要はリフト右から出てくるのを見ているのと、俺はラウンジ側からアーカイブに入っているので、藤宮を見てません。1秒前の直近。なので、慎太郎自体が嘘ついてるし、まゆこが人外だと思うし。あ、しかもさ、藤宮って殺されててさ、さっきのアドミン情報が正になるわけじゃないですか。って、うん、なると、やっぱ慎太郎、真由子、源の3人が基本的に怪しい位置に行くと思うんですよ、僕して。とりあえず、じゃあまず慎太郎からかな。真正面から対立してる俺と、え、いや、真由子さんてるんだったら高田さんの証言信じるんだよ、真由子さん。真由子さんか、ごめんなさい。真由子、うんうん、まあ、を真実すれば間違いないと。まあ、私は確かにリフトの左、右側にちょっと入りました。誰いるかなと思ったけど、でも全然人見えなかったんで、もういいやと思ってアーカイブのタスクしようと思って戻ったので、じゃあ誰もいなかったっていう証言。私は正直死体がレポートも光ってないし、誰か見えたわけでもないので。じゃあ藤宮自体もいなかったって。僕は高田さんに入れますね。僕目線高田おまおじの二人がいる。真由子さんから言っていいと思います。はい。おまおじさん直前の。合わせます。
切るとしたらバレバレすぎる。うん、そうだよね。あ、僕シェリフで死んだろうが。だから、おそらく宝さんかおもちさんどっちか切るんで、僕が、真横さんが今回死んじゃうから、エンジンに集合してください。なるほど。いいよ。エンジンで切ります。いいよ。カメラ見といて。で、あと一人ついてきて、じゃあ誰か。僕行きまーす。おまおじが、おまおじが来てる。ん？まだか。はい？これおかしくね？これ、なんだこれ。なんだ、な何あの時間、何もない時間は。んえ、いやまあ慎太郎行きましょうね。これは慎太郎、これは慎太郎が乗っ取り、乗っ取りです。乗っ取りか。めちゃくちゃいい時間稼ぎだ。え、なんでですか。なんでですか。何人おったと思ってんねん。シェリフの力を行使するかどうかって僕、うん、本人の自由だと思ってるんですよ。あ、まあまあそれはそれは間違いない。ね、行使しなかったってこと。はい、しなかったんで、もう一旦待ってください。じゃあ、じゃあ白浮きってこと。いや、もう一旦待ってください。次こそ切るんだ。白いと思ったから、ちょっと、いや、これは切らない方がいい。気が乗らなかったんで、次の切らない。ボタンを押す勇気がなかったんだよ。気が乗らなかった。もう高尾ママで白でいいんじゃん、これ。ここは停電でいいだろう。残念だったな。すいませんでした。勝てそうだな、もうタスクやんなくても。あら、おい、あら、アーカイブのラウンジにつながるところ、ダウンロードの手前で死んでましたね。うん。今回は高田さんは無理。メヤさんしろかな。高田さん無理なんだ。オラフ君無理。はい、まあ、キルクル的にエリキで、ちょっと前に見てるんで。あ、俺もオラフ君見た。高田さんシャワーにいたから、そこら辺にいると思ったけど。まあ、僕とプレトさんは今、金庫にいるんで無理ですね。うん。じゃあ、ケンさん。ケンさん。ケンしか置かない。かない。まあおまじのセルフもまああります、ね。さっきのね、おまじセルフは否定できそうですね。おまじセルフまで、まあ現おまつって、まあ終わらなかったら、うん、まあ、そういう考えでいるならおまから落とした方がいいと思うね、今日な。え、でもそんなことなくない。真由子さんであれ一陣路落ちてるって言って、いやいや、高尾がほぼ同陣営であることは確定してるから。ああ、そうだね。だからもし落とすんなら俺から落とさんと高尾。確かにね、確かに確かに。それが白っぽい。あ、そういうことか。高尾が一応あんのか。高尾のラインが昨日繋がったんで、高尾藤、慎太郎がマットメイトだね。そうだね。あ、はいはい、俺から落とさないといけないんですけど。あったわ。まあ確かに確かに確かに。いや、アンラッキーだ。まあまあまあ。めちゃくちゃ申し訳ないことがあって。すみません。もう私は殺した位置に真由子さんも近くにいたんで、もう。ああ、そういう。初手キルは、じゃあ、やっぱどっちもできた。あれ、ハテナがいる。あ、僕がバクりましたね。すみません。え、どこだったんすか。初手キルは、エンジンのダウン、宿舎下のダウンロードで、ゲンさんがキルしたけど、真由子さんも通ってるから、どっちも。あ、そうです。通ってんのか。あの、踏んだ、ちょっと。死体踏んづけられました。ちょっと踏んでどうしようってなっちゃった。ボタン押さんのは良かったかな。なるほどね。
その一番最初僕ボタンを押したんだけど、そのインポスターがそろそろキルしたかなぐらいでボタンを押したんですよね。死体を、死体を3つ囲んでたんだ、三なんか三角で。金庫エンジンミーティングで。ああなるほどね。儀式みたいなさ、ね。これはきつい。きついね。武器庫の4人とかもうめちゃくちゃ武器庫4ってもう勘弁してって思ってやっぱ初手キルは浮くよな。いやー